は日本三名園の一つであります偕楽園の販売で全国的に知られております。しかしながらですね、食用としての梅の流通はこれまでごくわずかでございました。そこで見ても食べても楽しめる梅の産地を目指しまして、平成24年から JA 水戸様のですね、ご協力を得ながら食用の梅の生産拡大を進めてきたところでございます。平成28年には水戸の梅果実ブランドとして福ゆいが誕生いたしました。出ていたなと感じました。また食べに来たいと思っております。香りがしっかり口の中に入ってきまして、後味もすごく美味しくいただけました。水戸の梅まつり、明日2月16日から始まります。水戸の梅を見ていただいた後に京成百貨店の方にいらして、この美味しい梅の入ったお料理をですね、堪能していただければと思います。